士が肩寄せ合って、おとぎ話の恋物語、男のあなたがきっかけ作り、女の私が後を続ける。最初は素敵な甘いお話、最後は悲しい別れ話。大人同士の会話はいつも嘘と涙がつきものなのね。見知らぬ同士が手を取り合って、同じ絵の具で一枚の絵を、男のあなたが輪郭描いて、女の私が色をつける。最初は明るい笑顔の瞳、最後は潤んだ涙の瞳。大人同士の会話はいつも辛い昔がつきものなの。